実際私がコーチングをしていくと、半年1年コーチングしていくと、ほとんどのクライアントさんが、多分この場面だったら平本さんこんな質問するだろうからつって、もう自分で解決するようになるんです。で、最初はさっきみたいに、邪魔、さんこっち立って、じゃあこっち立って、言われたらどう、こっち立ってどうって、いろんな人の立場に立つ練習をしていくんですけど、これがどん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 最終的には自分の頭、心、体、感情全体で考えられるようになる。で、やっぱその時私がすごい大事だと思うのは、やっぱ横の関係なんですね。何かっていうと、自分が上からで相手が下で、うん、そういう場合はマサさんこうしてみなさいとか、うん、そういう場合はこうだねって言っちゃうと、結局うまくいかないから次どうしたらいいですかって質問をするパターンになるんです。で、上からっていうのは実はここで言うと教えるスタンスですよね。あ、マサさんそういう場合はこうした方がいいんだよっていうスタンスで、教わったことはできるけど、教わらないイレギュラーなパターンになるとどうしたらいいですかってなりがちです。あと、傾聴して共にいるだけだったら、この共にいてくれるから安心感があってやれるものもあるんだけど、やっぱり引き出していくっていうのを横からぐいぐいやっていくと、自分の中で引き出すのが内在化してくるんですね。だからコーチがいなくても自分で引き出すことになっていくんです。だから私はすごい大事なのは、コーチはやっぱ横の関係で関わること、そして臨場感を引き出してあげるっていう経験を味わわせてあげることで、コーチングって私すごい実はシンプルだと思ってて、まず本人がどうしたいって見つけるのに、どうしたいって言われても分かんないんで、過去に良かったことは何、嫌だったことは何、良かったこと、嫌だったこと、良かったこと、嫌だったことを掘り下げながら、あ、これが大事なんだ、じゃあ将来やってみたいことは、避けたいことは、こんな風にすごい視野が狭い自分を過去とか未来の幅を広げていくことで、ああ、やっぱ長いスパンで考えたらこれがいいんですね。そのがんの治療もそうですよ。今目先だけで言うと、抗がん剤きついからやだやめたいだけで終わっちゃうけど、その先、発病した時のことを考えてみたりとか、その前のうまくいった時いかない時を広げてみることで、やっぱり自分がこれしたいっていう本人の考える視野を、頭だけじゃなく頭、体、感情全部使って考えるトレーニングのことをコーチングと私は思うんですね。頭だけでじゃなく体も感情も、さっきのマサさんの例もそうですね。頭だけで考えたら結構いい質問してるかなって思うかもしれないけど、相手の立場立って体で考えると、もうちょっと褒めてよとかね、感情、これが一つ。これタイムラインって大事がさっきね言ってた。もう一つは、自分と自分の関係する人や、その関係する関係者の人たちの立場に立ってみることです。自分は辻つまうんだけど、他の連中を犠牲にして、自分が幸せになると必ずしっぺ返しがきます。俺だけ売上が上がればいいで、お前ら、ね、売れなかったらあとやめちまえみたいな感じでやると一瞬上がるんですけど、長い目で見て続かないです。じゃあ自分がやりたいことが他の人の立場から見てみてとか、最後これを全体を俯瞰してみて、もちろん自分にとっても OK だし、相手にとっても OK だし、関係者にとっても基本的に OK な状況は何だろうって見えるか可視化して考える技術のことをチームフローのコーチングって言うんですね。つまりチームフローのコーチングを何度も受けてるうちに、この感覚が自分の中にできてくるんです。だから横の関係でしっかりとこれをタイムラインとポジションチェンジですよね。わ、タイムラインポジションチェンジ、尋常感をやってると、いつの間にか自分の頭、体、感情全部を使って考える能力が出てくるので、ずっと受けてて、あ、そろそろ自立してほしいなって言ったら、またコーチングしてくださいよって言った時、じゃあ自分で自分をコーチングしたとしたらどうなると思うって言った時、もうパーッとこれが答え出てきたりします。ただ時にはこの寄り添う、傾聴するじゃないけど寄り添うっていう存在、あり方がやっぱ必要な時があるので、もうあとは勝手に知らないでしょっていうわけにはいかないです。